だからもういいんじゃないですか、ガン気にしないで。普通の人でもその1ヶ月で本13冊書くとか、鑑定とか無理ですよ。ガン患者であるという設定がもう間違ってんじゃねえかなって気がするんですけど。やる気を出してアドレナリンが出てる状態っていうのは、癌が悪くならないんですよ。本当かなと思って、財務心理学を書いてはいけないっていう本がすごく売れたので、出版社から本の執筆依頼が殺到したんですね。全部それ引き受けて、1ヶ月で13冊本書く羽目になったんですよ。それやりすぎでしょ、それ。8月1ヶ月間、まるまる貫徹を繰り返したんです。結果的にそれで絶好調のまんまだったんで、もういいんじゃないですか、ガン気にしないで。1ヶ月で本13冊書くとか、鑑定とか無理ですよ。だから多分その、ガン患者であるという設定がもう間違ってんじゃねえかなって気がするんですけど。がんになる前よりも創造性、クリエイティビティの泉が大きくなって、次から次にアイデアが湧いてきて、で、ずっとできなかった童話作家になるっていほうほう。う夢ももう絵本がほぼ完成のところまで来てるんですね。日本初の寓話作家になろうと思ほう。って、次から次にアイデアが出てきて、スーパー銭湯で温泉入ったんですけど、湯船の中で4つ物語ができました。昔はその東京で華やかなメディアの仕事してたじゃないですか。それをしない分だけ、実は大きな時間ができて、クリエイティビティのやりたいことができて、むしろそっちの方が自由な時間で本とか書けて収入が増えるっていう、メディアに出ない方が良かったみたいなことになりません？